宿はね、あのブッキングドットコムで取りましたね。よっ、はい、ブッキングドットコム、天下のブッキングドットコムで。ではここで今回の動画内容を説明しよう。インディラガンディ国際空港からスリナガール空港に着いたチャロブラ一行は、目的地グルマルグに向けて車を出発させた。この動画は家を出発してから起きた様々な事件をもとに、インド旅の極意についてひたすら話す回となり、インド旅行初心者の方々にとっては絶対に見逃せない動画となる。もう簡単にね、撮れます。インドの旅の基本はね、基本的に星4つ以上を狙うというところです。なるほど、はい、今回はね、4つは確かなかったけど 3.8 ぐらいだったかな。なるほど、はい、のところをまあ撮りましたとね。まあ当然ね、星が上がっていけばいくほど値段は上がっちゃうんですけど、まあそこはね、自分の予算との兼ね合いで、なるべくいいホテルをね撮ると、後悔せずにね、インド旅楽しめるので、ぜひブッキングドットコムはちゃんと星を見るというところを、忘れないように。あとね、星もね、例えば1つだけレビューついてて5つとかねなってるところもあるんで、そこはねしっかりと、見抜くと。ちゃんとレビューがたくさんね、80何件とか100件とかねついてるところで、しかも、なるべくね高い星をね撮ってる宿を選ぶというところです。はい、なんてホテル、なんてホテル、今回はね、ヒーバンリトリートという名前のね、ヒーバンリトリート、なるほど、なるほど、はい、なんかゴールデンレトリーバーみたいな、ゴールデンレトリーバーみたいなね感じです。はい、その感じです。そうですね、はい、で、最初はね、カイバルリゾートっていうねホテルがあるんですよ、グルマルグに。そこはなんと5つ星のホテル、カイバルリゾート、カイバルリゾートで、そこに実はロクシタンのね直営のスパが入ってるいうとこなんで、そこにね行こうと思ったんですけど、なんとそこはですね、ロッチを予約しようと思うと、一泊6万ルピーと、6万ルピー、10万ぐらい10万円高い、はい、いうとこなんで、さすがに男3人で割ってもちょっと高いと、高すぎるということで、ちょっとねグレードを下げてですね、ヒーバンリトリートと、ゴールデンレトリーバー、ゴールデンレトリーバーに、はい、そうなんですね、まさにゴールデンレトリーバーなんですけども、はい、という感じでね、やっております。で、車もね、ホテルにね直接連絡をして、もう空港に迎えに来てくださいということで、はい、はい、メールと電話でね、ささっと、予約をしてですね、いくらですか、と空港から片道でこれは3500ルピー、なかなかいい値段しますね、はい、で通行料とかもね途中あるんですけど、それも全部込み込み、クルード、はい、駐車料金も全部込み込みで、ね、なるほど、3500ルピーと、まあちょっとね安くはないんですけど、決してでもまあそんなに治安もねいい場所じゃないので、変にね、空港のプリペイドタクシーとかでね、行くよりも、まあ、信頼できるねホテルで、経由でブックした方がいいと思います。はい、定期的になんか兵隊さんがいますからね、さっきから走ってても、ね、10メートルとか5メートルぐらいの間隔で兵隊がいて、そうなんです。なので、まあそこはねしっかり、まあ、自分の身を守るという意味でもねしっかりした、安心できるところでね経由で取ったらいいかなと、はい、そうですね、思います。はい、なんかアウシュベッツみたいな街並みだよね。行ったことあるんですか。いや、ないないんかい。ちょっとテンポ悪いな、やっぱな。まあ、あんまり慣れてないんですけど、ちょっとやっぱ M1 とかをね参考にね、やっぱノリもしっかりやっていきたいなと思う今日この頃ではございますけれども、はい、はい、最後ね、実は M1 見たことあるの。ないんですけどね。ないんかい。嘘なんですけどね。嘘なんかい。絶対あるでしょ。嘘だ。あるんかいって言おうと思ったのに。いやまあね、嘘もついてみるということで、はい。で、一個だけ予約が取れてないものが実はありましてですね。と言いますと、それがスキーのレンタル。なるほど。これが取れてないんだな。一番今日のメインだけどね。そうですね。なので値段もわかりませんと。なるほど。どんな装備があるのかもわかりませんと。なるほど。もしかすると木の板かもしれないと。いうことなんで、そこはねちょっとね期待というか不安というかですね、入り混じった感じで、なるほど、はい、お送りするんですけど、新年早々、はいはい、どんな板が私たちを待っているのかと、ね、まあ最悪お尻で滑るという、お尻でね、はい、なるほど、ね、そんな新年も悪くはないんじゃないかと、はい、うん、よくはないけど、まあね、はい、っていう感じでね、はい、そんな感じですか。あとなんかありますか。あと聞きたいことはなんかあります、はい、なんか旅の情報として、旅の情報ですか、はい、あ、じゃあこんなのどうですか。インドで、はい、
旅行するとき皆さんどんな、はい、予約サイト使ってます？例えばエクスペディアとかブッキングドットコム今でだけど、あとまあメイクマイトリップとかさ、ね、はいはい、俺だと今回クリアトリップっていうサイトを使って撮ったんですけど、皆さん何使ってます？まあ僕はメイクマイトリップが一番かな、うん、その理由は なぜ？そこはね、メイクマイトリップポイントみたいなのがね、ってね、なるほど、それがね、結構ね、還元率がいいんですよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、あと、自分が使ってるクレジットカードもなんかそれでね、ポイント還元できるので、ね、それで、使ったりしますね。ユージは？僕はホテルはブッキングドットコムで、あとは飛行機は普通にダイレクトで撮ってます。あ、まあね、それが一番安かったりもするマイレージ還元とか、はいはい、いや全然もうただそのサイトに行きたい、はいはい、変態みたいだな、なんかよくわかんない、どういう理屈なのかわかんないですけどね。なるほど、はい、僕は結構エクスペディアかクリアトリップを使いますね。クリアトリップ特に、まあ、あと航空券だったらスカイスキャナーっていうのもあるね。ああそうだね、うん、あれが一番最安値のやつを検索できる。あ、まあインドの場合は特にね、宿と同じくらい重要なのが交通手段をどうするかというところ、特に車の予約をどうするかなんですけど、まあ宿だけで過ごすんだったらプリペイドタクシーとかね、あとは宿に直接連絡して、うん、空港のピックアップお願いするとか、うん、まあそんなんでいいんですけど、もし例えばその都市をねこう回んなきゃいけない、うん、となった場合に何のサイトを使うかっていうね話ですね。なるほど、車予約するサイトがあるってこと？ある、あるどんなの使ってるんですか？だかそこはね、カーズオンレントとかね、カーズオンレント、あとエコレンタカーとかね、エコレンタカー、はいはいはい、いろいろあるんですよ、そういうね、運転手付きのレンタカーっていう、ね、そういうカテゴリーがちゃんとあってね、そこでオンラインで予約をすると、空港に来てくれて、でもその日1日はもう貸し切りと、そういうことができるわけですね。でまあ普通は出張とかでね、そういうの使うんですけど、観光でもそれは使う。それは観光目的のやつなんだ。どっちでもいい。よくさ、駐在員の人とかはさ、例えばさ、なんか車さ、つけてるじゃん、ドライバーコンで、あそこみたいなのがいい。そうそう、まあそういう業者だね、いわゆる。なるほど、そういうのをつけると、そういうね、例えばプリペイドタクシーとかを空港で予約、っていうかそのまま乗って、でその運転手が途中その言ってくるじゃん、今日1日もし乗るんだったら合計でこれぐらいになるよって言われる値段あるじゃん、よくある。でもその値段よりは格段に安い金額で1日全部抑えられるわけよ。だからまあね、ちゃんとネット環境がねインドである人はもうそれを使って、予約するのがいいかなと。間違いない、はい、まあ、何事も準備は大切と。大切、そういう、ね、特にインドはもう下調べとね、下調べした上でのハプニングはね全然受け入れられるので、下調べをしててもハプニングが起こりますから ね、 そうそうそうね、今日なんかね本当にね地獄ですから私もう2ハプニングがありました、2ハプニングがありました、はい、というわけでね、道中行ってるわけですけども、いろいろハプニングがありますから、はい、なんかね、いやもうねカジミールないね、ちょっと必ずなんちゃんはないね新年早々、いやキャリーバッグに今回スキーをするということで、みんな滑ってるとこドローンで撮りたいなと思って、はい、ドローン持ってきたんだよ、はい、でドローンとあとバッテリー、エクストラバッテリーを2つ積んだやつを手荷物じゃなくて預けたんだよ。そしたらなんか急に電話かかってきて、バッテリー入ってるからちょっと来いみたいな言われて行ったら、そのこれは持ち込めないというか預けられないと、はい、なぜだというと、そのドローンに一つに対してエクストラアディショナルバッテリーは一つだけだと、だからその残り二つはダメだと、そういう風に言われて、じゃあそれどうするんだって言ったら、今この飛行機をキャンセルして家に帰るか、これをディスポーサルするしかないって言われて、いやそれはちょっと待ってくれよ困るって言って、他やり方ないのかって言ったら、24時間以内に、まあ、家族とか親友とか取りに来たら返すよって言われたから分かったと、じゃあどうすればいいんだって聞いたら、ここに電話してと、まず隣にいた女性のスパイスジェットなんだけど、スパイスジェットの電話番号教えてもらって、で電話番号メモしてもらって、あと俺のパスポートをその写真を送ってやれば、間違いなくゲットできると、で24時間以内だったらいつでも大丈夫だ、この番号に電話しろと言われたわけですよ。なるほどと、分かったと、
じゃあそれで問題ないねと、うん、じゃあちょっと確認して電話してみるねって言ったら、うん、まず繋がらないと、うん、その電話はあの今現在使用しており使われておりませんみたいな、ね、で、これ使われてないじゃないかと言ったら、あれなんでおかしいんだみたいな。じゃあその隣にいた男性のスパイゼットの職員に、じゃあお前の番号を教えてくれと、彼女と繋がらないから君の電話番号を教えて、じゃあ君に連絡させるねと言って番号聞いて、で繋がったんだよ、ちゃんと確認して繋がったんだけど、じゃあ多分今日うちの友達が4時ぐらいに取りに来てくれるから4時ぐらいでいいって言ったら、いやダメだ、俺は今日1時半で仕事が終わるから、2時ぐらいになったら俺は寝ると、だから繋がらないと。いやそしたらダメじゃんと、じゃあ誰の番号に電話したらこの俺のバッテリーはゲットできるんですかと聞いたら、いやちょっと待てと、うん、で、まあ、別の番号をまたもらって、それはスパイスデッドのセキュリティなんか受付みたいな、はいはいはい、エアポートのセキュリティ受付の番号をもらったんだけど、最初からそれを渡せよって話じゃん、やれ番号が繋がらないとかさ、ねえ、で、ねえね、そう思わないですか、はい、まあよかったよね、時間に余裕を持ってついてたからね。そう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 、結局その流れ動きでだって30分ぐらい取られたでしょ。取られた、ね、取られた、もうなんかすごい地下室みたいなところに行こうされてアシュビッツ行ったことないけど行ったことないんかいまあねそれで、まあ、まだ続きがあって、うん、では、まあ、何が必要なんだ、まだ終わんないよ、まだ終わんないよ何が必要なんだと、うん、で言ったら、その俺のパスポートの写真、あとは彼に電話すればいいと、うん、そのそこにいた2人は言ってたの、はいはい、でじゃあいざあのゲートのところ行って、まあこうこうこういうことがあって、あの高校で友達が4時ぐらいに取りに来ると、はい、だからこれとこれが必要で、はい、あのここに電話すればいいんだよねっていうのを再確認したの、はい、もう言ってること信用できるのかできないのかすら分かんないから、はいはい、そしたらいやそれじゃダメだと、うん、一つレターを書きなさいと、はいはい、というスパイスジェット、まあ、よくある委任状ってやつですね。そうそうそう、本人が取りに来れないんで、その知り合いの人にその全権委任すると、そういう内容のやつですね。そういうことです、そういうことです、はいはい、で、書いてくれと言われて、うん、書いたわけですよ、はい、ね、で、まあ、書いたはいいんだけど、たまたまちょっと俺が間違えちゃって、うん、ドライバーの名前フルネームを知らなくて、うん、いつもその友達のその名前をフルネームで呼んでなくて、いつも呼んでる名前で書いたら、まあ、その名前がたまたま違ったから書き直したいと言って、また戻ったらもうその時の人はいないと言われて、でもう飛行機乗る時間だから乗れって言われて、で最終的にこのね、今回の俺のチケットの壁がないから、この俺のチケットのここの裏にバーって書いて、これを写メ撮って送るっていう形になりました。で、あとはもうその友達に託すと。そう、託す、ひたすら、だら彼のだから、あとはプロフェッショナリズムにもう任せる、ね、お願いするしかない、ね、まあ言うて、本体じゃなかったのは良かった。まあね、本体じゃなかったのは良かったから、まあ言うて、俺らは、サーチとユージはちょっと心配してたのよ。要は、カシミールっていうところは治安がそんなに良くないから、なるほど、そもそもドローン自体がヤバいんじゃないかと、なんかもうドローン持ち込んでるだけでなんかテロリストぐらいに思われてんじゃねえかと、それでもう最悪、なんちゃんは乗れないみたいなことがあるんじゃないかってずっとね、2人で話したの。だからね、それがなかっただけでね、非常にね、僕らは安心です。まあまあね、うん、確かに。それはなかった。その選択肢もあったけど。選択肢とかは。いや、断然だから、インドだからさ、もうそういうことがあってもおかしくはないのですよ、そうそうそう、国としてね。その選択肢はあったけど、そうそうそう、まあそれはなかった。なかった。あ、まあその選択肢はチョイスしなかった、ね、うん。そうそうそう。ですね。あ、よかったですよね。よかったです。本当に。こうやって3人ね、揃って今、グルマルグまでのね、道のりを行ってるわけですけど。こうやって言いながら行ってるわけです。これももう本当に、かけがえのないことなんですよ。なるほど、もうね、急にいい話し始めたね普通にあって、しかるべきことじゃないんですよ。これはもうね、感謝しなきゃいけない。何、誰に、え、何、みんなに、みんなに、みんなにね、ちゃんとチケットがブックできたかとかさ、ブックしたチケット通りに発券されたかとかね、ちゃんとそれで空港が通れたかとかさね、荷物がちゃんと届いたかとかね、結局届いたじゃない。届きました。バッテリーはもうね、外されたけれども、届きました、ね、ちゃんと届いて、ちょっと感動したでしょ。この受け取るさコーナーにさ、自分の青いさスーツケースが来た時にさ、ちょっと感動したでしょ。感動しました、ね、来たんだと、感動しました、ね、そういうとこですよ、はい、もうそこにしっかりと感謝をしていくと、ありがたみを、ね、うん、
もう泣きそうになりました。そうそうそう、生まれてきてよかった。生まれてきてよかった、ね、思いました。そうそうそう、はい、だからね、日頃こう日本に住んでると、まあ普段感じられないようなね、こう当たり前に感謝をする、うん、当たり前が実は当たり前じゃないんだということをね、しっかりと、まあ、認識をしていくと。なるほど、そうですね、わかりました先生、ありがとうございます。今日の授業は以上でよろしいでしょうか。そういう旅です。もうなるほど、もうそういう旅、まあ、インドの旅は結構そういう風になりがちだよね、うん、そうそうそう、何かしらハプニングするからさ、もうだってご飯が美味しいっていうことすら、そう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 、あ、ご飯美味しいねってなるもんね。あ、辛くないねとかね、うん、このご飯美味しいじゃんみたいな。そう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 、ね、普通美味しいなんてことないんだから普通。インドでだって美味しいってなんだ、なんだじゃない、そもそも。それは侮辱してるでしょ。インドで美味しいご飯ってなんだって話じゃないですか。そもそも、ね、なるほど、うん、そう思ってるわけです、ね、基本金払わないと美味しいご飯は食えないんだから、インドで。そっかな、うん、なるほど、ね、安くてうまい飯なんてないんだ、インドは。なるほど、ないのか。汚いシュランとかないんだ。汚い店は大体クオリティが低いんだ。大体愚かすぎるじゃん。そんなことないよ。だからもうね、あのちゃんとしてないお店でしっかり美味しいご飯が食べられたら、もうそれで、ああ素晴らしいと。なるほど、まあ、当たり前じゃないんだなということでね、ちゃんとありがとうって、ありがとうって知ってますか。そうそう、ね、うん、ありがたいってどういう意味か知ってますか。知らないです。あることが難しいって書くんです。ああ、なりがたい、ね、そう、なりがたいって言っちゃった。つまりめったにないって意味なんですよ、ありがたしっていう、もともとめったにないことがあるからありがとうございますなんですよ、そもそもね。だからめったにないことに日頃感謝をすると、それでありがとうございますなんて。なるほど、そうですね。当たり前と思うことがありがとうのもう邪魔なんですよ、その感じ。ちゃんと特別、日々を特別なものとして生きるということなんですよ。だから、大丈夫、なんか仏教の教祖になってる、うん、なってる。間違いなくなってる。変な宗教の教祖みたいになってる。間違いなくなってる。だからそういうことをね、しっかり感じる、あのインド旅にね、していければいいんじゃないかな。なるほど、車がすごい。車がすごい。もうサワシの話が全然入ってこない。はい、うるさい、はい、という感じですね。という感じで、まあ、ありがたいということらしいですね。はい、はい、感じでね。で、何の話してたんだっけ。まあ、まあ、あとあの手荷物のちっちゃいバッグもさっき空港に忘れちゃって、あ、そうですね、それが2つ目のトラブルでしたね。ありましたね。まあそれは完全に僕のミスですね。まあ小ネタですよね、もうね、まあけどそれは普通に言ったら持ってきてくれて、まあそれは問題ない。まあ何を言いたかったかというと、はい、あ、まとまる、あ、今からいいこと言うよ、うん、はい、あのインドの旅をするときに、これ僕が思うに必ずそのバックアッププラン的なものはあの準備しといた方がいいと思います。何事も余裕を持って、ああ、時間もスケジュール、今回のフライトも1時間半遅延したわけじゃん。そうだね。だから1時間半遅延したらもうどうしようもならないようなプラン組んじゃうと、はいはい、もうこのプラン自体がおかしくなっちゃうわけで、そうだね、必ず余裕を持ったプランを立てる。そしてあの何事もバックアッププランを、はい、あの準備する、はい、で必ず確認をする、はい、あの基本インド人信じちゃダメだから、はい、言ってくれたことをあの鵜呑みにしないでください、はい、必ずあのその隣にいる人とか他の人に確認しないと、もうそれが間違ってる可能性もあるので、はい、それは本当に気をつけた方がいい、マジで。俺も今回それであのいろんな人に確認したら、もういろんななんか電話繋がらないとかさ、はいはい、あのその人の電話すら別で教えてもらった人の電話すら繋がらないとかさ、はい、最終的にその受付窓口しっかり教えてもらえるとか、はい、だから必ず確認。ね、まあそもそも今回もなんだっけ、あの共有された番号にまずかけてみるって確認をしたんだよね。そうそうそう。それで、その電話番号が繋がらないっていうことをこう確認して次のプランに移行したわけだから、はいはい、まあね、あの僕ら結構インド検定って呼んでるけど、インド検定、まあ今回インド検定1級の問題だったかなっていうね感じで、インド力検定と言えばいいかな。そうだからね、必ず確認と余裕を持って行動しないと、必ず何かがありますから、で何かがあった時にあのどうにかできるようにしとかないとダメなんですよ、インドは。あともインド旅の基本は、着いたその日に何かしようと思ったらもう負けなんです。もう
なるほど。だからもう 1日目はもう着くということにしっかりフォーカスをする。なるほど。もうそれです。なるほど。だから今日今回もね2泊3日撮りましたけども、もうスキーは明日しかしない。明日しかしない基本的に、もう1日目と3日目はもう移動にしっかり集中する、うん、もう移動をいかにうまくこなすか、もうちゃんとね、目的地についてしっかりと休養を取る、うん、で、次の日に向けてねレンタルの、手はずを整える、うん、もうここに集中するんです、うん、もうね。だからインド旅っていうのはもうそこ時間をかけてしっかり確認をすると、うん、ね、手抜かりなくやると。特にお金をかけない旅なら、うん、なおさらね、お金をかけてしっかりとした旅行を組もうと思えば組めますけど、そう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 、そんなお金もないですからね。そうそうそう、インド旅は結構ね節約しながらするっていう人も多いと思うので、うんうん、バックパッカーとか ね、そういう人はもう必ず時間に余裕を見て、そうね、はい、でまあどっちかだよね。だからね、時間をかけてお金をかけないか、お金をかけて時間を節約するか、タイムイズマネーってやつですか。そうそうそう、本当にね、はい、それを感ずる、インド旅ということですね。ということでした、はい、どうもありがとうございました。終わってねえわ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。